クアリウムを楽しく紹介。どうもトロピカプレゼンテーターのウッチーです。はい、トロピカガールの花田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だんだん慣れていきます。ということで今回ドンでかいです。はい、こちら花田さんご存知ですか、このお魚。はい、これちょっと私勘違いしてたんです。おこれエンゼルフィッシュ。エンゼルフィッシュです。私エンゼルフィッシュって聞いてたんですけど、黄色いのを思い浮かべていて、はい、この子だったんだって思いまして、花田さんが思い浮かべてるのは今この辺に出てるこのお魚です。はい、そうです。エンゼルフィッシュ、これだと思ってました。はい、はいはい、エンゼルフィッシュは、はい、エンゼルフィッシュは、淡水魚です。はい、あ、はい、そうそうそうなんです。はい、はい、海水魚だと思ってたんですよ、私。あ、エンゼルフィッシュ、海の中で泳いで、はい、ダイビングしてる時に見てる魚たち全部エンゼルフィッシュだと思ってたんです、この形を。はい、全部エンゼルフィッシュだなって。はい、はい、川でいるんですね。そうですね、川のお魚です。はい、海にいるのはまあ似たようなものもいますし、同じくエンゼルフィッシュって名前のつくお魚もいるんですけれども、うん、まあ、全く違うグループのお魚で、はい、で今回このひし形の形が面白いエンゼルフィッシュを紹介していこうと思います。今回はこのエンゼルフィッシュの、特徴、それから飼育方法、値段なんかについて紹介していこうと思います。特にこのエンゼルフィッシュは飼育方法といったところでいろいろと気をつけたいポイントがありますので、はい、ぜひ動画を最後までご視聴ください。この動画を最後までご視聴いただきますときっと飼育できるようになっています。はい、エンゼルフィッシュ、ご覧の通り、形がものすごい特徴的ですね。はい、こうなんていうんですかね、ひし形といいますか、うん、そんな形をしていてすごく背が高い材料なんですよ。そうですね、ね、面白いですよね、うん、これは色はいっぱいあるんです、はい、あ、そうですね、種類がすごくこれもまた多いです、うん、はい、で、なんで種類が多いかっていうと、エンゼルフィッシュは品種改良の種類が多いんですね。あ、はい、はい、例えば真っ白なエンゼルフィッシュとか、シルバーのエンゼルフィッシュとか、うん、まだら模様のエンゼルフィッシュとか、あとちょっと赤っぽいエンゼルフィッシュとかもいろいろいます。はい、で、素朴な疑問大丈夫ですか。はい、どうぞ。どうやって色を作ってるんですか。品種改良。品種改良、また気の遠くなる話なんですけれども、はい、エンゼルフィッシュをどんどん繁殖してると、ちょっと体なんか白っぽいなみたいなエンゼルフィッシュが時々確率生まれることがあるんですよ。あ、それは何十分の1とかではなくて、本当何千分の1、何万分の1の確率でなんかちょっとできたのがあって、そういうのを集めて、掛け合わせて、うん、掛け合わせて、また繁殖させて、掛け合わせてっていうので色っていうのは作っていくみたいです。あー、すごい、そうなんですね。これその先人の気が遠くなるような努力と工夫の末、それでこんな美しいお魚になりました。あー、はい、ありがとうございます。どういたしまして。そしてこの、エンゼルフィッシュなんですけれども、一つ注意してほしいポイントがあります。はい、それは気性がものすごく荒いというところです。はい、はい、なのでこれぐらいの大きさのエンゼルフィッシュになると、もうなんて言いますか、ショップで買った時にこういうの、ネオンテトラ、これぐらいのサイズのネオンテトラとか、ラキノセトラとかナントラテトラとかとはもう混迷させるのは難しいです。あ、はい、っていうのも、エンゼルフィッシュは肉食性の強い雑食性なので、結構くっついて追いかけ回して食べたりしようとするんですよね。あー、ショック、それは。こういうものたちは1匹ずつか、こういうのか、飼育するときは、はい、同じぐらいの大きさの魚となら混んでいきます。あー、はい、例えばこれぐらいでしたらグラミーとかですね、マーブルグラミーとか、うん、あとはちょっと大きめのトリトラスですね。あー、はい、とかだったら飼育はできるかなと思います。はい、なので混合させたい時っていうのは、はい、体格の似たサイズの絶対とか、はい、あとは同種同士にすると良いでしょう。おお、はい、水槽のレイアウトにつ
についてお話ししていこうと思います。はい、エンゼルフィッシュ、まず大きい水槽を用意してください。はい、お話ししているように、こちらは今皆さんにお見せするために小さい水槽に入れてますけれども、本来はこの子はいつも90センチ水槽で飼育してます。おお、あ、はい、かなり大きいですね。そうですね、幸せですね、よかった。幸せだと思います。横幅が90センチ、はい、水深が45センチ、おお、で、奥行きも45センチという水槽にいつもあります。で、それから、水流、ろ過装置を起こす水流には気をつけてあげてください。なぜかと言いますと、こういうふうに調べたいからしてるんですね、うん、なので、ものすごい水流に煽られるんです。あ、はい、なので、あまり強すぎは良くないです。はい、行きましょう。はい、それからもう一つ、大きい水槽で飼育するのはもちろんなんですが、レイアウトです。水草とか流木で、しっかりとレイアウトを組んであげた方がエンゼルフィッシュは落ち着いてくれます。へえ、はい、もうなびく水草の隙間に隠れたりとか、はい、よくしてる子なので、はい、そういうところがあると落ち着いてくれます。あ、はい、っていうのが一つと、あともう一つ、レイアウトをしっかり作り込んであげることで落ち着く子があります。それは他の熱帯魚です。ああ、はい、怖いから、怖いからなんですよね。エンゼルフィッシュが怖いんですよ。だからやっぱりしっかりと隠れられるような場所を作ってあげるような水草を植えてやると、他の熱帯魚も落ち着いてくれますし、あと特に気をつけたいのがエビです。エビ、はい、今の水草水槽、アクアリウムの水槽って大抵どんな方もエビを入れてると思います。うん、はい、ですがエンゼルフィッシュはエビが大好物。へえ、悲しい。そうなんですよ、だからバリバリ食べられてしまうので、はい、まあ、完全に防げるというわけではないですけれども、やっぱりあの水草とかだと外人も食べられてしまう率は減るので、ぜひとも水草を植えてあげてください。はい、はい、このバックスの方がかわいい。なんかマニアックなとこついてる。いや、なんかバックするんですよ、すごい。ほら、ほらほらバックするんですよ、めっちゃ。なんか進んだかなと思って、はい、で、まあ、こんなあのちょっと飼育に一癖も二癖もあるエンゼルフィッシュなんですけれども、食でアクアリウムショップで購入しようと思った時は大体1500円とか1000円とか適当たりします。おお、はい、はい、もちろん種類にもよります。ブリード個体はもちろん安いです。はい、で、購入当時は多分ほんとこれぐらいの500円玉サイズぐらいのエンゼルフィッシュもよく売られてるんですけれども、あの成長が早いのですぐこれぐらいの大きさになると思います。すごい、はい、ので、小さい水槽で飼育を始めたいという方はお気をつけください。すぐに大きくなります。おお、あ、エンゼルフィッシュ前から大きいんですか。 これですよね、これです。あ、これです。エンゼルフィッシュの飼育方法についても簡単に、紹介させていただきました。さらに詳しいエンゼルフィッシュの飼育方法は概要欄に掲載のウェブメディアトロピカをぜひチェックしてみてください。はい、こんな感じでトロピカチャンネルでは情報やテクニックを毎日更新しています。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。お願いします。おということで、いかがでしたか。すみません、喉が聞こえます。ということで、いかがでしたでしょうか。今日の話をまとめると、こんな感じです。エンゼルフィッシュの飼育方法や特徴について紹介させていただきました。エンゼルフィッシュは、南米のアマゾン出身のお魚です。いろんな種類がいます。それから、品種改良も盛んに行われており、いろんなカラーバリエーションが楽しめるので、ぜひお気に入りの一匹を探してみてください。ただし、飼育には注意点がいくつかあります。一つは、気性がとても荒いこと。口に入るサイズの熱帯魚やエビを飼育するときは気をつけてください。つつかれたり食べられてしまいます。もう一つは、エンゼルフィッシュの大きさについてです。
エンゼルフィッシュは購入した時は500円ぐらいの小さなサイズなんですけれども、すぐに大きくなります。特に体の高さが大きくなります。大きくて15センチ、20センチぐらいになることもありますので、飼育するときには大きい水槽を用意してあげてください。そして水槽のレイアウトについて、水草は多めに植えてあげるとエンゼルフィッシュも落ち着くし、他に一緒に泳いでるお魚たちも落ち着いてくれます。それから、この平べったい体がゆえに強い水流に煽られてしまうことがあるので、水流は弱めるか壁に当てるなどして方向を調整してあげると良いでしょう。こんな感じです。はいはい、どうですか、まあ、すごい面白い形してますよね、エンゼルフィッシュって、はいはい、なので水槽に入れたらすごい強烈なアクセントになってくれると思いますが。そうですね、はい、これ飼ってたらすごいかっこいいと思って。かっこいいです。はい、大きいし迫力がありますよね。はい、のであのね、淡水魚にはあまりない独特な形状、そして大きな体、目立つ姿をしていますので、この動画を参考にぜひ飼育を楽しんでみてください。今日もアクアリウムを楽しくご紹介しました。次回の動画もお楽しみに。